自衛隊基地やアメリカ軍の航空機離着陸訓練基地を建設予定の島が鹿児島県馬毛島です。この馬毛島に作られる滑走路や港湾施設などのイメージが公開されました。今回はこのイメージ図をもとに馬毛島について見ていきたいと思います。2021年8月6日、アメリカ軍機訓練及び自衛隊基地を建設予定の鹿児島県西之表市の馬毛島に整備する港湾施設などの基地施設のイメージ図を公表しました。このイメージ図によると、従来公表してきた滑走路や島内施設に加えて、出雲、片護衛艦などの入港用施設として、仮設桟橋3本などを設けた大規模な艦船係留施設も建設することになったようです。馬毛島について説明しますね。大隅諸島に属するこの馬毛島は、鉄砲伝来の地として、有名な種子島の西方 12km に浮かぶ島です。面積は 8.2。周囲 16.5km の小さな島で、大半が平地で平らな無人島です。2005年、平成17年の国勢調査によると、かつて馬毛島を所有していたタストンエアポート社、当時は、馬毛島開発の従業員15人が住民登録されていて、有人島扱いになっていました。それから15年も経っていますから、状況は変わったようです。国勢調査の2年後の2007年頃より、馬毛島は、アメリカ海軍第7艦隊の空母艦載機の陸上空母艦載機離発着訓練、FCLP の候補地として注目されるようになりました。そして、国勢調査より5年後の2010年、平成22年、防衛省が、馬毛島を自衛隊施設として使用すると決定、滑走路の整備をして、航空基地だけでなく上陸演習場、事前集積拠点として利用することに加えて、災害派遣時の物資集積場としても使用する計画を立案、種子島などで地元説明会を行っていました。翌2011年には、馬毛島開発のオーナー一族によるトラブル、社名が変わったタストンエアポート社による滑走路建設開発などが原因となり、数々のトラブルが発生していました。同じ日本の北では、最悪に苦しんでいた人々がいましたが、南では巨額が動くことによってトラブルが起きていたというわけですね。同じ国内のこととは思えないような断絶感です。さて、日本政府は、アメリカ海軍の FCLP 訓練候補地として、馬毛島を、日米安全保障協議委員会2+2の公文書に表記しました。2018年、平成30年には、防衛省が、馬毛島を、海上、航空両自衛隊拠点として使用する方針を発表。翌2019年に、タストンエアポート社との売買契約が合意に至り、着々と計画が進められている模様です。計画では、出雲、片護衛艦に、艦載予定の F-35B 戦闘機は、宮崎県のニュータバル基地に配備されることになっています。馬毛島を、この F-35B の離発着訓練に利用し、さらに、海自の鹿屋や、基地の P-3C や空自新田原基地の F-15J を展開させるだけでなく、沖縄本島の航空自衛隊那覇基地に配備されている F-15J を、有事の際には、分散配備する先として利用することも、計画とされているそうです。防衛省は、当初計画に沿って、アメリカ軍空母艦載機の FCLP にも活用するとして、空自の F-15J を使用して、FCLP に使用する滑走路付近での騒音測定を、2021年5月に行いました。その測定結果を公表した上で、各自治体に対して説明を実施したのです。馬毛島を管轄するのは、
種子島の西の表市です。ここでは、2021年1月に市長選挙が行われ、基地整備に反対する矢板氏が、わずか144票差で当選しました。この結果に、馬毛島の計画推進を懸念する声があるのですが、西之表市議会は、自衛隊施設誘致に賛成の姿勢を示していますから、今後は、市長&反対派市議 VS 推進派市議の動きに、注目が集まっていると言われています。なお、種子島島内の3市町村のうち、中種町と南種町では、自衛隊施設整備に、賛成派が多数を占めているそうです。防衛省は、海上、航空そして陸上自衛隊それぞれに、馬毛島での各種訓練を計画しているそうです。隊員は、150から200名で、常駐させる予定です。そのために、種子島に宿舎を建設して、隊員と家族を居住させることにしています。施設の保守管理に必要な最低限の隊員以外の基地隊員は、種子島の宿舎から定期船などを利用して通勤することになるだろうということです。首都圏以外の日本各地で問題になっている過疎は、種子島でも例外ではありません。基地施設ができれば、1000人近い若い世代の人口が増えることになるはずです。それは、地域の活性化には望ましいことですし、基地や宿舎で必要な食料品や生活必需品は、当然地元で購入されることでしょう。そうすれば、島内経済の活性化に大きく貢献すると思われます。種子島全体としては、自衛隊施設整備を歓迎する空気が強いと見られているのは、そのためです。8月6日に発表された、防衛省の馬毛島基地のイメージ図で印象的なのは、前述の通り、島東側の海岸線に予定されている船の係留施設です。これによって、19,950 トン、全長248メートル、全幅38メートルの出雲、片越え艦が、接岸や入港も可能になるのです。この係留施設は、桟橋の他には、防波堤や消波下げが建設される予定です。これらは、大量の物資搬入や人員、燃料の海上輸送には、必要不可欠なもので、沖合 1300m の距離まで延伸されるということです。さらに滑走路に沿って、駐機場スペースと関連施設、管制塔などが建設される飛行場支援施設、訓練施設などの他に、航空規格納庫、燃焼、弾薬庫、揚陸施設なども、イメージ図には配置されているのがわかります。馬毛島は、海抜最高点でも 71.7 メートルしかない平坦な島ですから、横風対策として滑走路が2本建設され、風向きに関係なく航空機が離着陸できるように考慮されています。馬毛島は、もともとはアメリカ海軍空母の FCLP 用の施設としての利用目的が最初にありました。横須賀を母港とするアメリカ海軍第7艦隊の空母ロナルド・レーガンは、乗組員の休養や補給整備のために、年に数ヶ月は横須賀に寄港していますが、その間に、艦載機パイロットは、空母着艦資格維持のため、陸上飛行場における FCLP の実施が義務付けられているのです。平時は、おおむね、年に1回ないし2回の訓練が、5月か8月に実施されていて、1回の訓練は10日間ほど昼夜の区別なく実施されるそうです。かなりハードですね。この FCLP は陸上の滑走路を空母飛行甲板に見立ててタッチ&ゴーを繰り返す訓練ですから、特に夜間に行われる夜間、離着陸訓練では騒音問題が多発し、住民も
防衛省双方にとって苦いものでした。日本国内では第7艦隊の空母艦載機が厚木基地と横田基地などと併用で実施されていましたが、騒音問題によって1991年平成3年8月からは小笠原諸島の硫黄島基地で行われるようになっていたのです。硫黄島は日本から遠く離れていますから、騒音問題は解決されたのですが、問題は移動距離です。アメリカ海軍は厚木基地から硫黄島基地まで 1000km もの距離があるため、パイロットの疲労や航空機の疲弊、燃料消費などによる経費増大など不満を持っていたそうです。2017年には空母艦載機が山口県の岩国基地に移転したのですが、それでも岩国から近い代替地での FCLP 実施を要望していたのです。多額の費用も負担させておいて、訓練場所に不満たらたらというわけですが、余分にかかった経費は日本へ請求するのですから、日本にとってはどうあっても金を取られるという感が強いと思ってしまいます。岩国基地から近い代替地ということで浮上したのが馬毛島だったのです。馬毛島の面積の 99.6% は国が購入したようですが、残りわずかな面積はかつて島民がいた頃に建設された学校などで、ここは西之表市が所有する土地です。これをもって矢板西之表市長をはじめとする反対派が私有地を拠り所として反対意見を表明しています。また島の固有種であるマゲシカの絶滅危惧を訴えることで自衛隊施設建設を拒絶することも想定されています。しかし種子島内の2町や鹿児島県が施設整備に賛成の態度を表明していることもあって、地元である西之表市の反対は大きな障害とはならないと考えているようですね。